会いに行ける国会議員、みわチャンネル突撃永田町、ユーストリーム公認スタジオ、赤坂プラスから公開生放送でお送りしています。この番組は、赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時、国会議員の方をゲストに招いて、いろいろお話しいただきます。生放送、視聴者参加型番組ということで、これを見ている皆さんから、ツイッターなどのソーシャルメディアを通じて、ご意見やご質問などをリアルタイムにいただき、公開していこうと思います。第111回目のゲストはこの方です。日本維新の会、山之内剛衆議院議員です、はい。よろしくお願いいたします。お邪魔します。ありがとうございます。はい、皆さんよろしくお願いいたします。お若いですね。はい、まあ、若いで32歳。32歳。ですので、まあ、はい。そうですか。まあ、若いですよね。国会議員の先生方、平均年齢が52、3歳なんですかね。ああ、そうですよね、はい、お聞きしますので、 そうですか、まあ、それからすると弱敗者でございますので、あれですよね、でも落ち着いてらっしゃるから、はい、まあ、ね、そうですね、あのよくちょっと私古いこと言いますけど、沖雅也さんみたいですよね、はい、すいません、ちょっと年齢が、ね、知らなくて大丈夫です。そうですね、私も失礼があっちゃいけないな、はい、111回目ということで、はい、ゾロ目で、ゾロ目でね、あ、なんか、はい、持ってる人は違いますね、本当にありがとうございます。この番組もちろんご存知なかったですよね、はい、そうですね、あの失礼ながらいろいろ知らないことがあったもんですが、はい、まあ、でも調べさせていただいた過去もずっと、ね、このユーストリームになられてからも111回、そうなんです、その前10年ぐらい地味にやってるんですよね。はい、でも総理大臣になった方とか大臣になった方、落選された方、うん、辞任され辞めた方、うんうん、いっぱいいらっしゃいますけど ね、だから山内議員なんかはこれからということでね、はい、いや本当に楽しみです、はい、なんか持ってきていただいたということで私から催促しようかな、すいません、私も何がいいのかなと思ってですね、まあ、申し訳ないですね、やっぱ鹿児島出身なんですね、はい、で鹿児島出身で、まあ実家が、まあ、神社なんですけれども、はい、まあ、それ自分実家が神社ですよ皆さん、そうなんですね、ちょっと変わり種なんですけれども、まあ、そういったのの、まあ、一つ象徴的なのを持ってきたら面白いかなと思いまして、この薩摩焼きといって鹿児島の、まあ、伝統文化の焼き物なんですが、はい、白薩摩といってですね、はい、表面に細かくひびがあるんですけれども、はい、こういったものなんです、で、まあ、白薩摩、でも知り合いの方で、まあ、うちの、まあ、神社のまあ、ご神木が日本一の大くすって言って、まあ、日本で、まあ、これ自分たちで言ってるだけじゃなくてですね、あの環境省認定で日本で一番大きな木はどれだって言った、うちのです、ね、それがご実家にあるんですか、そうなんですね、だからそうですか、屋久杉とか有名ですけども、杉っていうのは細いもんですから、くすっていうのは太く大きくなりやすいものですから、樹齢が1600年、まあ、1500年か1600年って言われてますね、はい、それがあって、その絵を描いていただいたりして、まあ、お客様とか来た時にちょっとお出しするような、うん、まあ、こういったのをですね、まあ、これが分かりやすいかなと、自分のプロフィールと鹿児島のですねいただけるんですか、ダメです、ね、まだこれちょっと使用済みなもんですから、あの綺麗なものをまたですね、ありがとうございます、どうもありがとうございます、はい、はい、それでは行ってみたいと思います、はい、幸せ多数年表です、はい、いこれを振り返ればですね、山内君の半生が分かるということで、なんと誕生日がですね、私と同じなんですよ、12月16日、はい、もうこれもまた奇遇で、はい、ね、国会議員の中でもう一人、うん、あの公明党の高木陽介さんとしても12月16日なんです、そうなんですか、ですから、まあ、知ってるだけで3人あと昔あの、はい、民主党の田中美恵子さんも同じ誕生日でした、結構確率多いですね、多いですね、あとベートーベンが、あ、ベートーベン、ベートーベンが、あと松山千春さん、そうなんですか、そうですか、どちらにお生まれですか、はい、私はですね、生まれたのは、はい、まあ、父の仕事の関係もあって埼玉で生まれたんです、で、あとは小学校1年生からもずっと鹿児島ですけれども、だから、12月16日ですね、その時に、だから年表もですね、生まれた時幸せじゃないというのは両親に失礼かなと思いまして、まあ、100から、はい、でご両親が、はい、あのこの家紋八幡神社の、はい、なんていうんですか、まあ、宮司、ね、宮司さん、それは歴代続いてるんですか、そのようです、どれくらい前まで遡れるんですか、これ遡るとですね、もうなんか1時間終わっちゃうような気がしますけれども、1123年創建ですので、まあ、平安時代の末期ですね、すごいですね、歴史の教科書で、ね、藤原の鎌足という方が
その方の15代子孫の方と、はい、大分はあの宇佐神宮の宮司の娘さんが結婚されて、うん、そのお子さんですね、うん、ですので藤原鎌足さんからすると、まあ、16代子孫の方が大分から鹿児島に来て、それで創建されたという平安時代の話ですね。でそこから、まあ、うちの由来 の、 まあその先祖がしてたり、時にいろんな状況で変わって、はっきり分からない、まあ、それから明治の、維新、明治維新があった後の後に、私のひいおじいさんですねが、また戻ってきて、で祖父父私という、戻ってきたってどこから戻ってきたんですか。はい、これがですね、いろいろ、まあ、どこの地方もあるんですけれども、いろいろ、まあ国内といいますか、鹿児島内では争いがあったりするわけですよね。で争いがあったりするとどこかにちょっと避難してて、うん、はい、やっぱりその由緒がある方が持ってきた方がいいだろうっていうのが、まあ、明治の頃結構あったようなんですね。うん、まあ、そういった流れもあって、戻ってきて、まあ、明治の100年以上前ですよね。そうなんですか。はい、じゃあそこで もう生まれになったということですね。そうですね、もう代々実家といいますか、はい、まあ、そこに実家がありましていますので。そうですか。はい、この賀茂八幡神社はどんな御利益があるところなんですか。はい、まあ、あの八幡神社っていうのは、まあ、全国で、まあ、安産の神様なんですよね。八幡、安産の神様、安産の神様ですので、まあ、全国八幡家の安産の神様ですね。大体菩薩神もそういった方になりますけど、まあ、そういったちょっと特殊な、はい、生い立ちでありますね。あの今来た方に、はい、あの神社の息子さんです、うん、そうなんです。私神主を前職はしておりまして、あの、はい、藤原の鎌足からの頃からの神社だそうです。そういうお顔ですよね。ね、あ、いやいや、私沖正也って言ってたんですけど、違いますか、古いですか、分かんない、沖正也、沖正也、ね、で待つ、ね、ちょっとすいません、私ちょっとひんどくない、はい、あ、そうです。じゃあそこでお生まれになってる感じですね。じゃあそういう神と近くして生まれ育ってきたということなんでしょうか。うんうん、そういうことになるんですかね。ご兄弟いらっしゃるんですか。はい、兄弟は男3人兄弟の私は真ん中なんですね。で真ん中のが意外と器用だったりするって聞きますよね。ですので私真ん中ですけども、まあ、まあ年表で言ったら大学入学した後、まあ、商社会社員で勤めてたんですけど、まあ、祖父が他界してちょっと帰ってきてくれないかで、はい、帰ってから8年間新職をしてたんですね。まあ、あと司法書士事務所もあったもんですから、新職と司法書士事務所を2つやってたところに、はい、出馬と。大学はちなみにどちらですか。大学はですね、青山学院大学。じゃあその時は東京に、はい、出ていらっしゃったんですね。そうなんです。だから結構行ったり来たり、生まれたのがまあ埼玉で、まあ、もう幼い頃。生まれたの埼玉なんですか。はい、先ほど の、 あの父の仕事で埼玉で生まれて、で、まあ、父がまあ実家に帰る時に、はい、鹿児島に行って、小学校も2年生ぐらいか、もう幼い頃から鹿児島。お父様が継ぐ前ということですね。そうなんです。で帰って鹿児島に帰ったら、今度また大学で東京出てきて、はいはい、でも大阪の方の商社で勤めて、うん、してまた実家に帰ってこいってことで帰っていって、で8年間新職と司法書士事務所で勤務してて、で今度また出馬させていただいたもんですから、こういった東京と鹿児島往復という、まあ、なんか行ったり来たり。その新職という仕事は、はい、あのお兄様が継がれたんじゃないんですか。はい、それがですね、まあ私が継いだ形になったんですよね。まあ、兄はまた別で仕事をしてたんです。あ、そうですか。で私はで今国会議員になられちゃって。そうなんです。で私も、まあ、帰って、うん、まあ、たまにそういった年末年始はするんですけど、また弟がいるもんですから、うん、まあ、父と弟がしてますね。あ、また戻ってやってらっしゃるんですか。父と弟がですね。へえ、まあ、安産祈願とか。安産祈願の、まあ、さまざまですね。ああの祈願から、まあ、地域のいろんなお祭りだとかあるんですけど、うんうん、でも今あのここ数年はね、うん、やはり日本も低迷したことがあったから、はい、まあ、だったからというのは申し訳ないです、うん、ですが神社仏閣のね、うんうん、流行りがあるじゃないですか、うん、そうですね、女子が行ったりとか。そうですね、女性が結構多いですか。まあ、観光もそうですね。そうですか、うん、そういったのもうちの、まあ、このまたのが、まあ、そういった神木があるものですから、はい、観光、まあ、鹿児島県外の方も来られたりですね、まあ、多いのは、あと外国人の方も多くなってきたかもしれないですね。日本の文化に触れたいということですね。で、まあ、衆議院に当選、はい、初当選されたということな、はい、一昨年の選挙で、はい、どうしてですか。これもですね、もうおそらく100回ぐらいは聞かれてるんですけれども、お願いします。あの、すいません。いやいや、もうなんでかっていう、もともと幼い頃より政治には興味あったと、はい、思うんですね、うん、じゃなければ30当時出馬したのが30歳の頃ですので、で当選と同時に30歳でしたけど、まあ興味があったんですね。で、まあ家もそういった
神社っていうのもあって、やっぱり歴史は好きだったんですね、うん、まあ、なんで好きかなって言われたらよくわかんないんですけど、はい、で鹿児島やっぱり歴史をたどるとやっぱり西郷さんだとか大久保利通ですね、うん、そういった明治維新を起こした方々がいて、まあ自然と見るようになるんですけども、普通のお子さんだったら例えば歴史を見たら何年に何があったっていうことなんですけど、私の場合この時西郷さんどんな思いだったかなとか、この時大久保さんどんな思いだったかなって、うん、一緒に行って、まあ、最後はまあ西南戦争ですね、ああいったのもするって、うん、どういう思いだったのかなって、まあ、そういったのを想像するのが好きな子供だったんだと思うんですね。でそうすると自然と政治にも興味があって、うん、まあ、この社会ってどうやってできてるのかな、どういった成り立ちかなって、過去の経緯からで今があって、まあ、そして今後はどうしていくべきなのかなっていうのをやっぱ自然と妄想じゃないですか、やっぱ頭の中で日常から考えるような子供だったと思うんですよね、はいはい、こんなの変わってると思うんです。だから特に小学生、まあ、中学生は幼い頃はこれを友人に話したって、いやとこで今の政治はねって言ったってお前つまんないよってなりますからね。だから、まあ、自分ではそう思いながらも、まあ、大学となってきましたけど、まあ、じゃあ果たして自分が、まあ、為政者ですね、政治家になる場合に、はい、それなりの資格がある人間であればそれは国は良くなるけど、うん、自分がその資格とか能力がなかったら逆に悪くする可能性もあるからって、はい、まあ、ずっと悩んでましたね、うん、で、まあ、今でもまだまだ未熟でこれから成長しないといけないって部分はたくさんあるんですけど、はい、そういったのをずっと思ってる中でやっぱり都市部に行って、先ほど鹿児島も帰ったってなって、うん、やっぱ鹿児島が地方が疲弊していってるのは感じるんですね、はい、でこれはまあ、統計からも出てますけど、やっぱり、単純に言うと若者の仕事がないと、うん、でどうしても皆さん東京に行くと、まあ、これ人口の統計でも明らかに出てますけれども、はい、やっぱりそういった仕組み上の問題がやはりあるかなと、うん、まあ、そこである程度国の仕組みと地方の考え方を変えないといけないと、うん、まあ、もしくは多少検討していかないといけないと、はい、まあ、そういう中で、まあ橋本徹という、まあ、人間いまして、で維新政治塾だったんですね、はい、であれから全国は3326名ですかね、これその中の一人だったんです。でも鹿児島、じゃあ、まあ応募したという感じですね。もともと知り合いとか、橋本さんがひいきにしてた神社だったとかそういうことではなく、ですよ、ね、本当に一般的に応募されたということですか。一般的に応募ですね、全く縁がなくて、まあ、ただ一つの思いで、まあ、鹿児島4名しかいなかったんですけど、あ、はい、まあ、その中で3000名、2000名、800名、400名、100名って絞られて、まあ、私も最初はまさかその当時です、まさか2年前の話ですから、2年前に私は今こういった場に座らせていただいたりですね、衆議院でバッチ付けさせていただいたりするのは、まあまさかこんな政治には興味あっていろいろそれなりに勉強させて、まあ、まだまだですけど、うんうん、いただいたとはまさかここにいるとは思わなかったですね、はい、でそういう中でその中から、残っていって、で鹿児島一区で出られたということですね。鹿児島の玄関口ですからね、一区ですからね。一区というのは、はい、この蒲生八幡神社の、はい、蒲生八幡神社のあるところなんですか、うん、それは実は違うんです。あ、違うんですか、はい、私があるところは鹿児島4区というところで、はいはい、ただもう1区とすごい隣接しててですね、もう近いんです。じゃあまあ鹿児島はもちろん地元ですけど、はい、うん、まあ、プチ落下さんというかそういうことですね。そうですね、まあ、小中高はまあ鹿児島1区にいたもんですから、でまた、まあ、隣近所で、まあ、経済圏もほぼつながってるもんですから、まあ、ライン引きがですねちょうどなってますけど、落下さんだとやっぱこういう人選ばないとね、うん、選ぶ方も、私も橋本徹だったらこういう人選びますよ本当にいくら弁が立ったってね違う人もいっぱいいるでしょうからね、全部備わってたということでしょうね、うん、はい、独身なんですか、結婚したんですか。そうなんです、私独身で、独身なんですか、はい、32歳独身で。そうですか、彼女とかもちろんいますよね。いや、それがですね、なかなかですね、こういった仕事すると東京鹿児島行ったり来たりなんですよね、もちろんでしょうね。毎週末行ってまた帰って、はい、でまだ新人なもんですから、皆さんにご挨拶させていただいたりすると、それに追われる日々ですね、うん、でもそろそろですね、ねえ早く考えない、地元を守る女子がいてもいいですよ ね、全部自分でやるの大変じゃないですか。大変ですよね。みんなここ出た方は結婚してよかったって言ってますよ、はい、そうですよね。私も結婚をですね、したいと思ってますので、はい、まあいろいろですね、縁結びの神社とかではないんですよね、まあ、そういうのも、まあそうですね、どちらかというと安産ですよね。安産ですね、安産で、だから、まあ、私は直接関係ないのかもしれないです、そういったのありますね、はい、安産なんですか。そうなんです
安産の神様、まあ、全国の8万系の以上のところは、じゃあお着物とか自分で着られるんですか。そうですね、まあ、新職だったら袴ですよね。袴もう袴刺さってとか、はい、だから先ほど、まあ、新職と司法書士事務所で、まあ、実家が司法書士事務所もやってたんですけど、はい、スーツ着て仕事してて祈願が入ると着替えて社殿に上がって祈願をするとかですね、はい、してましたね。で、はい、あの鹿児島1区で出られて、うんうん、比例復活で当選ということ で、はい、やはりさすがに選挙区では無理だったということですね。いやそれはですね、まあ、先ほどの経緯ご説明させていただきましたけど、はいはい、いや前の野田首相ですね、うん、が解散と言われてから2週間しか準備期間なかった。2週間で、でも2週間で何万票取ったんですか。いやまだ3万6千票だったんですけれども、まあ、関割率で、まあ、九州で比例票をいただいたものですから、はい、それで復活させていただいたんですけど、まあ、これはですね皆さんご存知の通り、まあ、九州というのはまあ保守王国ですよね、はい、特に鹿児島なんかですので、私が、31歳ぴったりで、まあ、ちょうど誕生日、はい、あ12月16日に誕生日に初当選させていただいたんですけど、その時に31歳だったもんですから、あ、まあ、鹿児島県内では史上最年少になったんですね。あの、うん、それこそ今までは31歳9ヶ月であの山中貞則さんっていうあのです、ね、元もう財務のもう大物もご存知の方も、うちの、まあ、党の代表石原慎太郎代表もですね、山中貞則っていうのがいてねって、まあ、そういった今生きてらっしゃったら90歳ぐらいですかね、まあ、その方がもう当時もう50年以上前の31歳9ヶ月当選して、それを私が、まあ、最年少になりましたけど、それぐらい石原さんそうおっしゃってた、まあ、そうなんです、まあ、それぐらいもうまずこんな若者がいきなり出て比例復活とはいえ取るような状況ではない、はい、まあ、でもでも好かれますからね、もう女性票がね、いや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 、もうまだまだ有権者の皆さんって皆さん、はい、私もちょっと選挙出てたことが分かるんですけども、はい、うん、すごい批判もするけど、うんうん、もう手放しに褒めてくれると極端じゃないですか、うん、なるほどですね、多分その手放し系はすごいと思いますよ。いやいやいや、もう本当にですね、もういるだけでいいみたいな、そういう方も多いんでしょうね、きっとね。もう本当に握手をですね、はい、選挙の時も本当させていただいて、もう初めてなもんですからやったこともないですし、いきなり衆議院選挙ですし2週間しかないし、時間の流れが違うでしょ、新職の。そうですね、その時と、はい、バタバタしてね、バタバタ新職と、まあ、よかったのはですね、司法書士事務所も2つやってたもんですから、はい、休みなく仕事をするっていうのは慣れてたんですよね、はい、あのだからそれは馴染めたのかなと思いますね、はい、今もいきなりなってもう大変だとなるよりはですね、まあ、今も行ったり来た移動はやっぱ鹿児島で遠いもんですから、そうですね、ちょっと飛行機じゃないと帰れないんですけど、まあ、そういった意味じゃ何とか、はい、させていただいてます。はい、わかりました。はい、石原総選挙でした、うんうん、最近AV 男優になったら売れめっちゃ売れそうってきてますよ。AV 男優ですか。AV 男優絶対なってほしくないですよね。やめてくださいって感じですだなってほしくないですよね。そうですか。男優そうなんですね。いやいや、今俳優さんに似てるっていう話をしたんですからね。あ、そうなんですか。AV 男優じゃないですか。あ、こちらにもそうですね、こんなコメントが、はい、あ、これは面白いですね。ちょっと拝見させていただきたいですね。はい、あ、すみません、コメント詰め出す。最近の政治トピックスです。はい、はい、何かございますか。今、まあ、維新の会は結構あれじゃないですか、今石原さんの名前も出ましたけれども、ね、うん、あの結構若手が石原さんに、うん、まあ、そうですね、暴言とか、それ山内先生じゃないですよね、はい、私じゃなかったですね。ねえ、よかった、私じゃなかったですけど、こういう感じで言ったらもう人間不信になっちゃいますよね。結構それ、はい、あの維新内では激震ですよね。そんなことないんですか。激震というかですね、まあ、まあメディアの方も入ってらっしゃったと思いますけど、はい、まあ各党ですね、やっぱり、まあ、それぞれの政策というのは幅があると思うんですね、まあ、自民党さん民主党さん、はい、うちもそうですけど、はい、まあ、それをまあ率直に言い合うっていうのは私自身は健全でいいことかなと思うんですね、はい、まあ、逆に言うと、まあ、何でしょう、本当では思ってても言えないこととか、うん、いや先輩だから言えないっていうんだったら、じゃあ何のため国民の皆さんから一票一票いただいて当選させていただいたのかなってなりますので、うん、もうそういった意味じゃ、まあ、言ったってそれがちょっと、まあ、過激に移ったというのはあると思いますけど、うん、まあ、言い方がちょっとあまり良くなかったのかなって感じしますね。もっと議論するとかね、そうですね、出ていけとか言ったんでしょ。いたんですか、そこの場所。私その場にいましたね。結構どうでした、はい、その空気は。まあそうですかね、まあ、私はちょっと無神経なのもあるのかもしれないですけど、言われたな。で、まあ、石原さん本人も、まあ、ああいった方でいらっしゃいますし、まあ、もうベテランもベテラン、私とするともう50歳年が違います、ね、まあ、淡々と、まあ、今までの政治家の
方々も先輩方とも組合もですねある中で、まあ淡々とされてたんだよ。でも根に持ってると思いますよ。間違いないですよ。そうですね、あの野郎とも絶対思ってます。ますね、人間だから。そうですね。うん、私もちょっとそこのところ聞いて、聞く機会があればですね。ね、なるべくそういうのはね、あの、はい、ないようにお願いしてですね。なんか聞いてて心が痛みますよね。石原さんがどうであれ、やはりそういう目上の方でそういう、はい、口を聞くと嫌な感じですよね。ですね、はい、すいません、なんかあります、はい、制作はオリンピックですか、はい、なんですかね、まあ、本当にいろんなことが、まあはい、まあ、私で言うと、まあ、各委員会所属されてるんですけど、うん、まあ、私は、はい、まあ、財務金融委員会とか内閣委員会とかですね、うん、あとは、まあ、災害特別委員会は理事させていただいてるんですけれども、はい、まあ特に災害ですね、今理事でさせていただいて、まあ、あとはまあ豪雪被害とかですね、この前山梨群馬荒れた、まあ、そういったのを、まあ、視察に行かせていただいたりもあるんですけれども、鹿児島一区で豪雪被害を視察、そうなんです、またちょっとピンとこないですよ、ね、そうなんです、だから私はその現地はあれですよ、山梨ですけども、はい、ですので、まあ、その現地の県庁の方、だから鹿児島は本当に豪雪被害とかないですけれども、まあ、そういったのがあって視察行って、はい、まあ、普段雪が降らないところで災害があるって、まあ災害全部そうだと思うんですけれども、まあ、この前の、まあ、大震災もそうですけど、普段備えだとかもしくは経験がないところに、まあ、それかはるか昔の歴史上あると、はい、やっぱないもんですから、被害も大きくなってしまう、まあ、そういったのもあって、まあ、そういった点は現場ではですね、実務者レベルで話をしてますし、あとは皆さんがご関心であればそうですね、まあ、あの大阪市長選ですか、あ、そうですね、はい、投票率が低かったですよね、まあ、でも見解の相違で、うん、まあ、橋本さんはね、うん、あの都構想の二子を得たということを強くおっしゃるし、あのマスコミの方はね、うん、支持率が少ないから、うん、まあ、それも無効なんじゃないかっていう話をされてますけどね、うん、どうなんでしょうね、そうですね、まあ、私としてはまあ対抗馬の方がですね、まあ、明確な方いらっしゃらなくて、はい、まあ、私も、まあ、投票率が空いた方で低かったです、まあ、得票率は、まあ、過去と比べ、まあ、前回の橋本徹の、得票率には及ばないものですね。応援入ったんですか？私はですねちょっと入れなかったんですよね。まあ、いろいろな、まあ、応援入ってもあれはね、ね、マック赤坂さんの受かるっていうのは誰も思わないですよね。そうですね、マックさんが赤坂から大阪に行ったわけですよね。不思議な選挙でしたよね。いや、私もですねマックさん の、 あの政見放送とか見させていただいたんですけども、マックさんですね、スマイルですか、笑ってしまったらちょっと負けなんですけどね、まあ、政見放送は何でも、ね、はい、できるということですから、うん、放送禁止用語も言えるということらしいですよね、はい、そうなんですか、そうみたいですよ、あ、でも言う方はなかなかいないですよねいるんですって、いるんですか、狙って、都知事選なんかとそうらしいですよ、結構そういう方が多いらしいですよ、そうなんですか、はい、いや、それはまさかですね、ねえ、放送禁止用語を政見放送で言う方がいるんですね、そうみたいですよ、あ、それは考えた方がいいですねはい、でも維新は、はい、あの、まあ、武闘派じゃないですか、はい、どちらかというと 今のポジション的なもの、まあそうですね、政策的なものというのは、はいはい、うん、あれですよね、うん、そんな中にいて、うん、あ、どうですか、うん、どう思われますか、まあ、武闘派ですか、まあ、確かに、結構過激ですよね、まあ、安全保障とかですか、はい、まあ、そういったの、まあ、私はですね、まあ、もちろんそうですね、まあ、いろいろなご意見あると思います、例えば、まあ、特にですね私も神社が生い立ちということで、あいつはもう極右なんじゃないかとかですね、あるわけですね、はい、まあ、でも私なんかはもう違って逆に、まあ、ある意味そういったバランスを持ってですね、うん、逆に考えたいんですね、うん、私自ら私は保守政治家だっていうことは、まあ、もちろんそれ思想信条はさまざまあると思うんですけど、はい、あえて自分から言うことはないっていうのはあるんです、うん、っていうのは生い立ちがそうだから、うん、あえて自分で言うのもいかがな、ね、まあ、ただそういったものもある中で、やはり、まあ、安全保障ですね、うん、こういったのは、まあ、今実際ウクライナであのクリミア半島の件もありますし、はい、まあ、私もまだ世界がですね本当紛争がなくて平和な社会になるって、まあ、これ理想ですし、それを実現するために、政治家も、まあ、尽力しないといけないと思うんですけれども、そういった現実ですね、いろいろあるもんですから、やっぱそういった時である程度、集団的自衛権も含めてですね、まあ、どこまでの範囲で議論はもちろん必要ですけれども、はい、解釈していかないといけない、まあ、これを時に武闘派ってなると、まあ、武闘派官主ってきてますよ、なるんですね、まあ、そう区分けしやすいですからね、うん、そうですね、でも、まあ、でもソフト路線ですよね、うん、感じがね、うんうん、そうなんですよね、はい、石原さんは無敵だからな、
鹿児島は火山灰が降るって、うん、じゃぜひあの鹿児島行くで、うん、あの、はい、維新らしさを出していただければと思います。最近のセストピックスでした、はいはい、今だから言えるあの日のあの出来事です。はい、何かちょっと裏話的なことを教えていただけますか。裏話ですね、はい、だから私も裏話って、まあ、私が知っている情報で何がいいのかなと思いますけど、うん、でまた皆さんが興味あるってなると、まあ、やっぱり今だから言えると言ったら、まあ、自分が出馬する経緯とかですね、はい、まあ、それがでも経緯は先ほどおっしゃったように、あの維新の会の勉強会に入られて、うん、そうなんです、まあ、勝ち抜いてきたということですよ ね、 そ、 ですね。でそこで、まあ、掘り下げると、まあ、要は時間がなかったわけですよね、はい、まあ、野田さんも急遽前、はい、で私はだからその時は東京に行ったんですよね、はい、で東京の羽田空港に着いて、でテレビがありますよね、うんうん、そこで見てたら解散ってなるわけです。これどうなるんだろうなと、まあ、自分にはまあ当然まだ連絡がないわけですよ、うん、でとりあえず鹿児島に帰って、鹿児島で待ってたら2日ぐらいして電話がかかってきて、まあ、自分はもうあないのかなと思ってたんです。そしたらもう2日3日ぐらい経った時に電話かかってきて、うん、ちょっと大阪に面接来てくれないか、うん、私はあのどこで出馬するかって希望の、まあ、用紙があるわけですね。そこにはもう鹿児島1区ってもうそこだったらもしかしたらいけるし、中核市ですし、はい、まあ、鹿児島にとってもまあ必要ですし、はい、でまあ、そういった意味でそこで第一希望だけ出して、まあ、応募してたんですけど、うん、そしたら3日ぐらい経ったら電話かかってきて大阪に来てくれで面接がありまして、山内君鹿児島1区どうですか、出ますって、まあ、1分ぐらいでも即決して、あ、ね、坂本大輔さんもそうでしたよね、うん、あ、そうですか、即決 で、 即決です、ね、断ろうと、まあ、いろいろあって断ろうと思ってて、うん、即決したっていうふうに。だから、あ、そうなんですか、はい、だから私もやっぱりいろいろ考えますよね。やっぱその時の何でしょう、まあ、坂本先生もそうですけど、うん、はい、我々まだ若いですし、うん、でいきなり衆議院選挙っていうのは、うん、街頭演説したことないですし、で、すごいですね、いきなり出馬が決まりますと、で地元帰ってきて、でそうするとはい共同記者会見をしますっていうわけですよ、うん、やったことないんですよね、うん、皆さんメディアの方ザーって来られますし、で聞かれると、大変、やったことない、そういうのもあの、はい、教えはないんですか、維新の会からこうしてこうしてこういう答えるって、ないですよね、あ、ないんですか、っていうのもやっぱり先ほど言った2週間しか準備ないですから、もうみんな党もそうですけど個人もそうですし、まあ、私もだからといってそれに甘えてブーブー言うわけにもいかないですし、はい、自分のことは自分ではないといけないですから、でもうとりあえず共同記者会にやりましたって言ったら、はい、次は4日後に、まあ、生放送でテレビローカルテレビでですね討論やりますんで出てくださいって言われで現職のベテランの先生方いらっしゃるわけで、私からすれば20歳40歳上の方ですね、その方と討論してくださいって言われてもやったことないですし、これどうすんのかなって、まあ、もちろん、まあ、でも行くし勉強しようで行って、そしたら今度は、まあ、橋本徹も応援演説に来るとなると、はい、1000人ぐらい駅前とかに集まるわけですね、橋本さん来るから来るから、はい、で1000人集まってくると街頭演説してくださいってやったことないですし、1000人の前ですね、だから全部こう初めてのことをもうでも逃げるわけにいかないですからね、もう一つ一つ挑戦していった、ね、それもちょっと度胸がいりますよね、正直言ってね、もう度胸試しでしたね、うん、だっていくら自分の確固たる政策があったとしても、うん、それを伝える力っていうのがまず政治家には必要なんですよね、その通りですね、まあ、橋本さんとは何回ぐらいお会いしたんですか、うんうん、でも私はですね、なんかそうか、はい、まあ、いろんな場で、まあ、この1年半10回ぐらいはお会いしてるんじゃないですか、ね、なんか個人的に教えを請こうだとかそういうのあるんですか、いや、まあ、教えを請こうっていうか、まあ、私もそうですけども、はい、なんかこうした方がいい、ああした方がいいっていうよりも、はい、後ろ姿見るっていうのはありますよね、うんうん、まあ、橋本徹、まあ、代表だけじゃないですけども、いろんな、先輩方、はい、まあ、橋本さんも私はよくあそこまで、うんうん、されるなと思いますよね、はい、あれだけなかなか批判の矢面に立ってやる方っていう、うん、その精神力です ね、 そうですね、なかなか日本人にはいないんじゃないですかね今、うん、まあ、そういったのもあって、でやっぱその後ろ姿、まあ、いろんな先輩の後ろ姿でこっちが見て学ぶってことでしょうね、真似て学ぶって、うん、なんか教えてもらったからその通りというよりは自分でやっぱ考えてやるっていう感じですよね、はい、選挙どれくらいお金かかったんですか、私ですね、本当安かったんですよ、確か300万か400万ぐらいじゃないですか、でも坂本大輔さんもそれぐらいでしたよね、この前の方もね、
もうちょっと安かったでしたっけ、150万ぐらいでしたっけ。そんなそうですか。いや、先ほどの通りですね、2週間しか準備期間ないもんですから、使いようがないですね。でも一応リーフレットとか作って、リーフレットもですね、ポスターもね、作っても後で公費負担で返ってくるわけですから、そうですね、そうそうされますもんね、そこでね。リーフレットは作ってなかったんですか、私個人のはですね。そうですか。じゃ逆に今、はい、国会議員のバッジをつけてからのお金が結構かかってるでしょうね。そうですね。それに見合った歳費もいただいてるんでしょうけど、お金がかかってますよね。先ほどの、まあ、鹿児島と東京の往復でやっぱり移動ですよね、もちろんそういったものはいただくんですけど、はい、やっぱり新人で、まあ、毎週帰るんですよね。毎週帰ると時に足りない時はやっぱりそういったのが出すし、でやっぱり近い方はですね、よくある子も例えば平日夜帰って地元活動とか、まあ、できるんですけど、鹿児島はやっぱ飛行機じゃないと帰れないもんですから、でやっぱり移動が多いといろいろ出費もあるんですよね。飛行機代も、月に何回かしか出ないんですよね、はい、そうなんです。昔は、私もお話聞いたら、昔はもうフリーパスのような、はい、フリーパスでね、毎日、はい、で今はもうそれがだんだんでも OK だったんですが、私は今3往復ですね。3往復、月に3往復、月に3往復、往復3往復、はい、それしか出ないんですか。そうなんです。あとは自負担。そうだから、全くそういうのも面倒くさいですよね。せこいよね。まあ、でも本当にだから遠いところほど大変かなっていうのはありますね、特に新人でですね。やはりそうですよね、その距離感っていうのも正直言ってありますよね、仕事をしていく上でね。やっぱりどうしても若い方が、まあ、東京近辺などもやっぱ新人っていうのは、まあ、近くで帰ってすぐ活動して、はい、でできるんですけど、遠いとですね、物理的にやっぱ週末しか帰れないんですね、うん、例えば平日にちょっと帰りたい、まあ、千葉とか埼玉、神奈川の方、まあ、もしくは大阪の方だったらまだ新幹線で最終で2時間半とかですね、帰れるんですけど、飛行機最終が早いんですよね。そうですね。で帰っちゃうともうなかなか帰ってこれなかったり、で時にまあ雪とかですね、豪雪で飛行機が止まらない、ね、そういうテンポをまた掴むのも大変ですね、この仕事はね。うん、そうですね。はい、わかりました。それでは質問ございますか、大学生の方どうぞ。はい、はい、なんか地元なんですね、はい、どうぞ。大学1年生、はい、はい、昨年まで鹿児島の高校生だったんですけど、高校生だし、なんか彼女が先生の地元の元カノが、今の彼女が先生の地元なんですか。玉龍高校、ね、玉龍高校、玉龍高校は先生と何か関係あるんですか。私が出身校が玉龍高校なんです、ね、あ、そうなんですか。玉龍高校です。でそれが玉っていうのが玉ですね、玉に龍、ドラゴンの龍で玉龍高校。あ、そうなんですか。またすごい名前ですけど、まあ、有名な方で、先ほどお話しました、京セラの稲森会長ですね、あの方は第1回卒でも、私が50歳年上ですけども、そういった方がいて、まあ、玉龍ですね。鹿児島の方はご存知の方ですね、多いかもしれないですね。なんか質問あります。まあ、自分、まあ、昨年まで高校生だったんですけど、まあ、先ほど、まあ、高校生だったんだ。しっかりしてらっしゃいますよね。だから先生受かった時高校2年生だったんです。はい、それで、まあ、友達にも、まあ、いろいろ、まあ、東京の大学に行きたいけど、まあ、お金がないからやっぱり行けないっていう人もたくさんいて、まあ、そのやっぱりお金を持ってないんですよ。うちもそうなんですけど、やっとこさ東京の大学に行ける感じで、まあ、地方をまた移動が大変だもんね。お金がもうすごくかかって、でまあ大変だと思うんですけど、まあ、地方とまあ東京、まあ、収入の格差だとか、ってなんか優秀なまあ友達たくさんいるんですけど、そこまあお金がないことによってチャンスがまあ制限される、そうだね。働くところも少ないですからね。マクドナルドとか賃金一緒なのかな。違うのかな。やはりやっぱり安いんですかね。違いますね。その地方を潤す、そうですね、具体的な政策とか考えがあれば。おっしゃる通りですね。まさにですね、同じ鹿児島に先まで住んでいらっしゃったから分かると思うんですね。私も出た理由は本当に都市部と地方の格差なんです、はい、でこれは大きな政治の哲学の一つだと思うんですけど、要は私も委員会とかでお話しさせていただくんですけど、日本という島国が都市部だけが豊かになったらが国益にいいのか、それともただでさえ狭い島国だから広くそれぞれの地政学的メリットも生かして、そちらの特産物も能力もですね生かしてやった方が日本の国益になるの
こういった話なんですね。私はそれぞれの地政学的メリットや特徴を生かした、地方行政も含めてですね、作りがあった方が国益になると。で、鹿児島はやっぱりその仕組みを変えないとなかなか、抜本的な改革にならないと思うんですね。まあ、もちろんこの中央集権体制というのは、大久保利通公がですね、ある意味作られたと思うんですけど、やっぱり遠いところは不利なんですね、どうしても。今日本の仕組みです。で、我々考えるのは九州、道州制もそうなんですけれども、九州という一つの、歴史的にも文化的にも経済的にもある程度九州はまとまって、名前も九州ですから、道州制も含めて九州という枠組みで、やっぱりアジアですね、アジアに向けた戦略を取れる。で、地方の九州、特に鹿児島が独自の成長戦略を描かないといけないと思うんですね。やっぱり国が積極的に鹿児島の成長戦略を描いてくれるかって言ったら、やっぱ描いてくれないですね。やっぱり鹿児島が、九州がアジアの外需を取りに、今国も農畜産物の海外の輸出から、インフラの海外輸出もありますけれども、いずれにしろ地政学的には東京から上海行くのは4時間かかるんですけど、鹿児島から上海は2時間ですね。で、鹿児島から台湾も2時間飛行機なんです。東京から行くよりも鹿児島から行った方が近いと。この地政学的メリットを生かした、あとは、港湾ですね、鹿児島湾がありますけれども、こういったものも、例えば、諸外国アジアの方々、富裕層の方々が観光だとか、いや焼酎飲んでいただいたり、ゴルフしていただいたり、あと温泉ですね、使っていただいて、諸外国の方々から投資していただけるような整備ですね、こういった成長戦略を描くためにも、ある意味道州制のような行政の仕組みをですね、変えていかなきゃいけないという思いで出たんです。地方交付税制度だとかいろんな問題ですね、地方が自立しやすい、ある程度投資を積極的に自分たちのこととしてやりたいこと、あと九州だったら広域なインフラですね、これはある意味、例えば JR 九州の方々もここまでの管轄は福岡で、ここからは熊本で、ここからは鹿児島とかなるとですね、広域インフラの整備も厳しいと、そういった経済団体もある程度九州の経済団体は賛成しているところもあるので、そういった大きな仕組みを変えることによって成長すると、それぐらいのことをしないとなかなか時計の針は戻らないと思ってます。じゃあそれはもう九州の国会議員が一丸となってやらないと難しいですね。難しいですね。森蔵とかって鹿児島、そうです、焼酎森蔵、そういうブランディングうまいですよね、そうですね、知ってる、そうですね、親戚が、親戚は森蔵なんですか、焼酎、そうです、小松さんですか、これローカルな話なんですか、ね、そうですか、そうですか、もう焼酎メーカーもたくさん、じゃあその中で私なんかが知ってるすごい高いっていうのは森蔵、森蔵がそうですよね、都市部では。ああいうブランディングの成功もすごいですよね、そういうのがいっぱいあるといいですよね、そうですね、だからやっぱり、鹿児島の証券だけだとなかなか厳しいんですよ ね、 そうね、 やっぱりこれを都市部だとか、通販も含めてやってる企業はある程度いいんですけど、それだけじゃないですからね、 そうですね、それを都市部からさらにはできれば、10年20年後先を見据えたらアジアの今から伸びてくる後進国、もしくはもう成長したところに狙っていくという形でしょうね、いいですか、はい、もうちょっとはい、それでは次の先生ご紹介していただけますか、そうですね、お電話していただけますか、これがですね、また、我が党日本維新の会の、岩永弘樹先生、滋賀の先生に、電話していただけますか、早速、電話をさせていただきたいと思います、もうずっと日本維新の会続いてますね、そうですね、杉田美穂さんからね、早速5人目ぐらいかもしれないですね、出ていただかないといけないんですよね、はい、そうなんです、事前に伝えてはいるんですけれども、いらっしゃ、出るかな、出らっしゃ、出らっしゃいました、岩永先生でしょうか、私山之内です、分かってますねそうですね、分かってますね、そうですね、やっぱり今インターネット番組出演中なんでちょっとよそ行きな方がいい、はい、来週ですね、水曜日出ていただけるかどうかの承諾の電話なんですが、楽しみ、ありがとうございます、最近ですね、私もいいともが終わられるね、で、あの時、いいともさんでもいいともって言わないですよね、もう今、そうですよね、言わないですよね、言うんですか、じゃあちょっと言っときますか、じゃあ、はい、
こっぱずあのちなみにですね、音声あんま伝わってないようなんですけどよろしいですかね、はい、はい、じゃあ、 あの来週ミワチャンネルに来てくれるかな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。また連絡します。はい、お疲れ様です。どうもありがとうございます。いえいえいえ。次の方もじゃあ日本維新の会ということで。そうですね。はい。じゃあずっと日本維新の会が続きますかね。まあ、あのご希望があればですね、いろいろご希望があれば、ご希望があればお任せしているので、ね、自然体で行きたいと思いますね。はい。もうぜひぜひ。わかりました。じゃあぜひ。次来るときは、ね、うん、ご結婚でもされてね、本当に幸せになっていただきたいと思います。やっぱそうですね、ちょっと課題として、はい、検討させていただきます。はい、わかりました、はい、第111回目のゲストは、うん、日本維新の会山内剛衆議院議員でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.